皆さんこんにちは。今日はメイベリンの新作をレビューしていきたいと思います。それではスタート。はい、メイベリンから新しく出たこちらのハイパーグリッツインク全色レビューしていきたいと思います。色はね、全部で4色あって、まずこちらのスパークリングブラック、ミッドナイトサファイア、ルージュブラウン、グラマラスゴールド、こちらの4種類になります。結構ね、ちっちゃくて持つところが長い感じですね。ここを開けるとこういう筆タイプになります。ここに色味を出してみます。こちらがブラックです。結構発色が良くて細かいラメがいっぱい入ってる感じになります。次、ミッドナイトサファイアです。結構ね、暗めのブルーなんですけど、はっきりとした色になります。ルージュブラウン、なんかブラウンっていうよりかは結構赤みがはっきりしてる色になりますね。赤の細かいラメが入ってる感じになります。グラマラスゴールド、もうこれは結構はっきりとゴールドですよね。でもちょっと角度によっては暗く見えるかもしれないです。結構どれも細かいラメがいっぱい入ってるっていう感じでキラキラしてます。グリッターアイライナーっていう感じだそうです。でね、夜までにじまない高発色ブラックフィルム処方だそうです。ちょっと乾いたらよれないか触ってみたいと思います。キラキラはしてるんだけど、ラメがね、大きいわけじゃないから上品な感じですね。じゃあね、実際に塗ってみたいと思います。ちょっとね、ホームページには書いてなかったんだけど、どっかでね、インラインには引かないでくださいって書いてあったんですよ。なんかパッケージに書いてあったのかな。なので今日は跳ね上げラインを引いてみたいと思います。で、インラインは別のペンシルで引いてあります。じゃあまずブラックから引いてみたいと思います。ブラックが一番なんか使いやすそうですよね。はい、こんな感じです。わかりますかね？若干ラメが入っててキラキラしてるんですよ。でね、結構ラメが本当に細かいのでギラついてないから、遠目だとわからないかもしれないですね。近くで見るとちょっとわかるかなっていう感じで、少しのラメだからね、上品な感じですよね。いい感じ。はい、じゃあ次行きます。次はね、ちょっとね、ゴールド行きたいんですよね。ゴールド塗ってみます。黒のアイライナーを引いた上とかに引くのにすごい良さそうだったので、ちょっとこのまま引いてみたいと思います。これだけでもすごくいいと思うんですけど、上に引くとね、より映えるかなと思ったので、今日は上にも塗ってみたいと思います。ちょっと乾かします。はい、できました。こんな感じでちょっとね、黒とかブラウンでアイラインを引いてから、その上にね、ちょい足しするとゴールドはすごく映えると思います。なんかワンポイントっていう感じになりますよね。角度によっては暗く見えるゴールドなので、しっかりね、映えるとは思うんですけど、そういうのが苦手な方とか、ワンポイントで使いたい方はね、すごくおすすめな使い方だと思います。はい、ちなみにゴールドだけで引くとこんな感じです。ブラックよりちょっとキラキラした感じが強いかなと思います。はい、じゃあ次ブラウンいきます。赤みがあるブラウンをやっていきたいと思います。これはね、結構想像がつくというか良さそうですよね。はい、こんな感じです。結構ね、思ってたより暗い感じ。もうちょっとね、のっけたら赤くなるかなと思ったんですけど、結構暗くないですか？光が当たってちょっと赤く見えるっていう感じですよね。ちょっとこう下向いた時とかが赤く見えるのかな。だからね、このブラウンはこのワンポイントで使うっていうより、こういう風にがっつりこれだけで引いた方が分かりやすいかもしれないですね。赤っぽいメイクがすごく映えそうな感じですね。はい、じゃあ次青いきます。これもね、一応なんか想像がつく感じなんですけど、どうだろうね。さっきのブラウンが思ってたより暗かったので、これも暗いかもしれないですね。はい、ブルーはこんな感じです。割とね、想像通りの感じでしたね。結
構暗いんだけど、しっかりブルーな感じはありますよね。ミッドナイトって書いてあるように暗めなので、これ1本だけでもいいかなと思います。だいたいカラーアイライナーってペンシルが多いと思うんですけど、これはリキッドでグリッターだからすごくね、ワンポイントになると思います。いつもと違うメイクができるなって思いました。筆にインクをつけるような感じなので、ちょっとね、慣れが必要かもしれないです。あまりこういうアイライナーは使ったことがなかったので慣れてなかったんですけど、最初はやりづらいかなと思いました。でもこういうね、アイライナーってあんまり見かけないですよね。ワンポイントでも普段使いでもしやすいと思ったので、すごい使いやすいなって思いました。まあ、特にブラックは普段のアイライナーにちょっとラメが入ったような感じなので、本当に一番使いやすいと思います。あとはね、ちょっと自分の好きな色っていう感じになると思うんですけど、どれも割とのせると暗いので、そんなに派手派手にはならなくてチャレンジしやすいのかなって思いました。今日はね、ちょっと分かりやすく太めに長めに描いてるので、普段使いだったらもうちょっと抑えてもいいかもしれないですね。はい、最初に描いたここをちょっとよれないのか見てみたいと思います。いきます。おお、全然よれない。すごくないですかこれ。全然よれないですね。めちゃくちゃ密着してる感があります。何回やっても取れない。すごい。これは多分ね、汗とかにも強いんだろうなっていう感じの密着力。キラキラだからね、まだね、冬メイクとかにもいいかなと思いました。またね、値段を言うの忘れてたんですけど、これは一つ1200円になります。気になる方はぜひ試してみてください。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画も面白かった、レビュー参考になったと思ったら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。